皆さんこんにちは、どうもチルでーす。本日はですね、何をするかと言いますと、私バブタンになりたいの。あともう残り数ヶ月ですか。残り数ヶ月で私は30歳になるんですよ。30。私がよく見ている YouTuber さんって年齢が私よりはるかに下の人が多いわけですよ。そんな私もね、やっぱりちょっとまだ YouTube でちょっと生き残りたいなと思うわけです。赤ちゃんになるのはさすがに無理だし、取った年齢は年齢の分だけなんか積み重なるものっていうものがありますから、まあせめて童顔になりたいなって思うんです。これが30のすっぴんです。つらい、言っててつらい。軽くネットでちょっといろいろ調べてみたんですけど、自分がこうした方がいいんじゃないかなみたいなのも含めながらやっていこうかなと思います。ということでメイクスタート。もういつも寝起きだな、撮影すんの。毎回。なんか私ぐらいの年齢の人が童顔メイクをしたところで童顔にはなれないと思うわけよ。今回目指すのはちょっと赤ちゃん、もう極端な赤ちゃんみたいな感じでちょっとやっていきたいなと思うんですけども、赤ちゃんメイクしないよね、その前に童顔で。アイマイミーン。アーコンこちらつけていこうと思います。エンジェルカラーバンビシリーズのアーモンドになりますね。これ直径がね、大きくて瞳がくっきりするやつなんですよ。うん、でっか。下地で使うのはこちらになります、キールズのブラ。このブラは何をしてくれるかと言いますとですね、毛穴を消してくれるっていうか、ぼかしてくれて滑らかな感じの肌にしてくれるやつですね。なので気になるところに塗っていきましょう。鼻周り、口周り。では下地その2を塗っていきますよ。ソフィーナプリマビスタアンジェロングキープベース UV。 ちょっとピンクが入った感じの色味になってるんで、赤ちゃん肌とかはちょっと演出しやすいんじゃないかなみたいな感じで思うので塗っていこうと思います。ツヤっていうか、ふわっともちっとみたいな、ほんとマシュマロみたいだよね。羨ましい、ほんとに。次こちらになりますね。ザーセムチップコンシーラーの 1.25 とピンクのやつになりますね。これを混ぜてコンシーラーを塗っていきます。あんまりべったりつきすぎないように筆でこうもうダイレクトにやっていきます。隠したいとこは隠したい、でもべったりはさせたくないみたいな感じなので。赤ちゃんにクマないもんね。赤ちゃんってほうれい線もない。赤ちゃんってマジで何にもないよね。なんかすごいよね、羨ましい、マジで。まあ、こんな感じでちょっと流していきます。赤ちゃんになりたいの、赤ちゃんに。ベンブイ。うん、まあ、こんな感じ。はい、そしたらですね、次プライバシー UV パウダー50ですね。これね、インスタでもねちょっと紹介させてもらったんだけど、ほん本当にいいよ、マジで。 UV カットしてくれるし、なんかサラッサラなの、これ仕上がりが。マットとも言えないぐらいサラサラなんだよね。あ、もう本当にそれこそなんか赤ちゃん肌触ってる気分になる、なんか。しかもね、これ透明だからね、化粧の邪魔しないし、夏とかはね、もうめちゃめちゃおすすめだと思う、これ。わかるかな、このサラサラ感伝わってくれるとすごい嬉しいんだけど、マジでいいんだよね、これ。ハイライトこちらになります。キャンメイクグローフルールハイライター。今回はちょっと真面目に童顔っていうのやっていきたいなと思ってるんで、私が大好きなツヤ系ハイライトは使いません。調べた時にね、書いてあったんだけど、顔面がこう、下にこういってる人がなんか童顔に見えるんだって。だからちょっと上目の方にこうハイライトのこの丸を描いてあげて、こうさーっと別の指で鳴らしてって、顎もちょっと上目の方に顎先を作るみたいなぐらいな気持ちで置いてあげます。で唇の上。そしたらこちら使いますね、リリミューのシアーマットシェーディンググレージュトーン。赤ちゃんって丸顔じゃないですか。丸顔ってことはここの横幅を削ってしまって小顔効果を狙うよりかは、もうここだけを削ってみたいな、ここいらないのみたいなぐらいな感じでささっとねやってあげてください。これでだいぶなんか丸っぽくなったくない？なんとなく。いい顔ですよ。眉毛はこちらを使いますね。ケイトダブルラインエキスパートの極薄ブラウンになります。足りない部分をまず足してって眉毛を一回作ってあげます。
これなんでそれを先にやるんだっていう話になると思うんですけど、眉毛を全体的にふわっと見せたいわけですよ。ふわっとさせた後にこのくっきり の線を描くよりかはもう上からパウダーでやってあげるっていう感じですね。だからもうこれは下準備になります。この中パウダーですよ。ごめんね、汚くて。サナ XL スタイリングパウダーアイブロウのピンクブラウンになりますね。ここのとここの色を使います。で、ちょっとほんとふわっとのせたいのよ。だからね、ちょっと筆の太さで言ったらね、このぐらいの太さ、あんま細いのでやりすぎるとちょっと意外とね、パウダーでもくっきりしやすかったりとかするので、こうふわふわふわっとのっけていく感じ。アイシャドウはですね、こちら2種類使おうと思います。セザンヌエアリータッチシャドウの02番、あとキャンメイクジューシーピュアアイズの06番。まずこの色ですね。この色でアイホールを彩ってあげますね。アイホールを彩ってあげますね。え？アイホールをに塗っていきますね。下まぶた、上まぶた、両方にこうザザーっと塗っていく感じですね。この色、この色を下まぶたよりちょっと上ぐらいまで乗っけてってあげます。下まぶたはこれとこれをマジで半々ぐらいで混ぜて、それを涙袋にこう入れていく感じですね。そしたらですね、次こちらのこの色を取りまして、この色をね、目尻に乗っけていきます。キャンメイクの方ですね。あと目頭の方にも若干ささっと入れてあげる感じですかね。こんな感じになってます。今次アイラインになりますね。ラブライナーのエアリーブラウン、こちらペンシルタイプのものになってます。黒目上ぐらいから粘膜を引いてあげます。こんな感じで、これで目の流れに沿って若干垂れ目を作っていきます。感じ。もうこれね、エアリーブラウンっていうだけあってふわっとした感じで垂れ目になるから超自然なんだよね。めっちゃいいよこれ。なんか童顔とかそういうのやりたい人にはマジでおすすめ。次はビューラーをしていきます。ビューラーも結構あんまりがっつり上げるっていうよりかはちょっとシーカール作ってあげようかなぐらいな気持ちで上げていく方がいいと思います。まあこんな感じになってるわけですよ。そしたらですね、キャンメイクのクイックラッシュカーラー、これでさーっとまつげのキープをしてあげましょう。リカフロッシュのメガステッキステルブラウン、こんな感じの若干オレンジ味のあるブラウンになっております。もう赤ちゃんって目のインパクトってもうとにかく瞳じゃないですか。赤ちゃんっていうか童顔とかそういう場合を目指す場合はちょっとカラーマスカラとかを使って印象は若干薄めな感じのまつげにした方がベビーフェイス感は出るんじゃないかなと思います。こんな感じかな。そしたらですね、まつげをピンセットで軽く整えたいと思います。あとはセパレートがいい。で、このまんま下のマスカラもしていきます。同じやつですね。涙袋はさっきも使ったケイトの極薄ブラウン、これで涙袋を変えていきます。これでグリ、これでね、アイメイクは完成です。チークはこちらを使いますね。キャンメイククリームチーククリアの01番、ちょっと血色の良くなる感じの赤の色になってるんですけど、赤ちゃんとか童顔に感じる人ってチークのあたりほっぺがもうジュワッとしてる人だと思ってるんですよ。なのでそのジュワッと感をこう出してってあげます。大人ってさ、チークをさ、なんか結構狭めな感じに塗ったりとかするけど、あの人たちは自然に出てるからさ、そういうのがだからね、もう広範囲なのよ元々が。だから広範囲に塗ってあげます。ちょっと丸っぽく入れるといいかもね。ラストリップになりますね。ディオールアディクトリップグローの001番になりますね。若干色つくんだよね。なんか若干、ほんと若干色つくんだけど、この若干の色をつけていきます。ディオールアディクトリップグローオイルのウルトラピンク、ちゃん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 と乗っけてしてあげる感じ。ちょっとほんのりピンク感を追加していく。というわけでですね、髪の毛もろもろやってくるんでちょっと待っててください。おじー、はい、というわけでですね、髪の毛もちょっとストレートにしてみたんですけど、どうでしょう。てか眉マスカラすんの忘れてたくね。めっちゃ早くね今日って思って、なんか薄いからもうそんなもんなのかなって一瞬思ったんだけど、眉マスカラしてないじゃん。はい、というわけで改めて完成しました。イエーイ。
ちょっとね、まあもちろんね、赤ちゃんになることは無理だったんですけど、あのベビーフェイス系のメイク、童顔メイクをしてみました。今日のねポイントのおさらいをしていこうかなと思います。まずツヤ系のものをほぼ使わない、もう使ったとしてもハイライトをちょっとピッて入れるぐらいのみ。あとはシェーディングを入れるときに丸顔に見えるようにここの横幅を取っておきたかったから、この横幅を取っておくためにここだけをシェーディングを入れました。ハイライトもちょっと今前髪で隠れてる子はいるんだけれども、まあ一応やっておいた方がいいんだけど、おでこの中心よりもちょっと上の方にハイライトを入れて、ちょっとそこをちょっとあの目立たせることによってで、ちょっと童顔のねこの比率っていうのをね作るように努力してみました。眉毛もふわっとさせるっていうイメージをとにかく追求してやってみました。でもまあ私の場合はね、もともとの眉毛が一本一本が濃いので求めてたふわっと感にはちょっと近づけなかったかなっていうのはちょっとあるんですけど、皆さんはねぜひやってみてください。でアイメイクはもうとことん薄く、瞳でもう目を大きく見せるみたいなイメージでやりました。それでもやっぱりちょっとは漏れててほしいなと思ってしまったので、アイラインもマスカラもカラーマスカラだとかね、カラーライナーみたいな感じでブラウンのエアリーな色だったりだとか、オレンジ味のかかったブラウンのマスカラを使ったりとかして、あんまくっきりくっきりさせないような感じに努力してみました。で下まぶたも最初の方にさ、シャドウピャってほんと引いただけ、もうそれだけみたいな感じですね。リップの色もあんまり濃い色を使わない方がいいっていうことだったので、まあ濃い色を使わずに自然な感じの発色をしてくれるようなリップにしてみました。でチークもちょっと広範囲に広げる感じかな。どうでしょう、動画になったかな。まぶたでいきゅん、私まだ YouTube やっていけそう、大丈夫かな不安だなはい、というわけでですね、今回の動画いかがでしたでしょうか。この動画が少しでもいいなとか参考になったなとか思ってくださる方がいらっしゃいましたら、よかったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。あとですね、実は私公式 LINE の方が始まりましたので、そちらの方も概要欄の方に載っておりますので、そちらの概要欄の方よかったらチェックしてみてください。公式 LINE の方では公式 LINE 限定の動画がまあ上がったり上がんなかったりみたいな感じのものもあったりだとか、あとはお友達登録の方をねしていただけますと、私の方からあの皆さんの方にねメッセージを送ることもできますので、今こんなことしてるよイエーイみたいな感じのあのツイッターやインスタでは載っけたりとかしないようなことを皆さんに直接 LINE でお届けできたらなと思っておりますので、そちらの方もよかったらフォローと友達登録ぜひぜひよろしくお願いします。ということで以上チルでした。バイバイ。